皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ではでは、今から2つ目の巨人を倒しに行こうかな。アグロ眩しい、ごめんな。よし、さて2つ目のあいつなんですけど、果たしてどこにおるのか。ちょっとまた明るいところで剣を照らしてみましょうか。むむ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 、あっち側だ、反対側だ。オッケーイエーってことで、じゃあ今から行きましょうか。アグロと共にまた楽しんでいきましょう。いやー、やっぱね、なんか懐かしいよね、こうやって昔やってたゲームがね、復活したっていうの。うおー、なに、それに似た石碑を見つけたときは祈りを捧げるがよい。はあ、傷ついた体を休めることができるだろう。はい、よいしょ。さあ、昔はセーブポイントだったんだけど、今ってね、スタートボタンでセーブできんのよ。ほら、便利。PS4 ってすごい。だからあれ何なんだろう、一応ちょっと見てみるか、あれ。ねえ。ほら、かけていこうぜ、馬ちゃん。あーグロー。あー、ごめんな。わー、飛んじゃった、痛い。祈ってみようぜ。どうやって祈るでーん。あ、祈った。ふぅー。あ、体力回復ゾーンになったんだ、完全祈るポイントは。そういうことなんやろうかな。はぁ。じゃあ、後ろに下がりまーす。ゆっくり下がりまーす。よっしゃ。では、アグロと共に。で、行きましょうか。イヤーイヤーって言ったけど、イヤじゃないですよ。よし。さて、うおー、カメラアングルがカオス。すいませんね、ちょっと下手くそで申し訳ないですわ。よし。さて、改めて、こちら側ですね。おー、なんか上向いちゃうなぁ。完全にこっち。あのアーチがある、ね、沿いをずっと走っていけばいいのかな。で、とりあえず走っていきましょうか、普通に。このゲームのいいところ、馬を走らせるのが楽しいってこと。うん、いいですよね、皆さん、馬走らせるって楽しいですよね。さあ、いきなりちょっと待って、おー、おー、行かれへんやんけ。そこの下から渡っていけるか。ちょっと渡ろうか、そこから。こうやってなんか広いところ冒険するって楽しくない？割とこういうの大好きになってきて、おー、今動きが怪しかったぞ。大丈夫だ、アグロ。アグロで走っていこう。うわー、こんなとこ馬で走れんのかよって思うけど、走れるんですよね、馬って賢いからさ。これ最高速で走ってんのかな。ええ感じやな、ほら、馬と私。いいよね、こういう風に走っていくの。おっと、なにどっち、上か下か。下かな、下っぽいな、ムービー的に。下へ行くのでーす。うん、下っぽい。じゃあ下行こうぜ、アグロ。いや、何回もアグロ叩かなきゃいけないのに申し訳ない気分になる。アグロ、さ、坂道下っていきましょう。海の底ですか、これ。じゃあ下、砂漠か。砂漠、砂。どっちも砂やな、砂漠やな。さて、ちょっと走っていきましょうか、ここは。どこまで降りたらいいんだろう。またムービー流れるかな。またね、巨像を倒すわけですけど、第二の巨像は一体どんな敵なのか、楽しみですね。でもみんなはできる？このワンダ君みたいに、愛する人が失った時、で、なんか愛する人を失った時にね、なんか、すべてを投げ捨ててでも助けに行こうみたいな、そんな意志持てますか、皆さん。これなんだ、これ登れないの。登れそう。ちょ、無駄なこともちょっとさせてください、皆さん。これ登れそうやん、これ、ほら。じゃあ、R2 で掴むだよね、確か。よしよし。おい、あ、掴めんかった。 R2 だよね、掴むって。よし、え、 R1 だっけ、 L2 だっけ。え、ちょっと操作方法がやばい。
つかめないな、これ。登れるけど、なんか若干挙動怪しいから、多分登れないよ、ここ。失礼しましたー、買いまーす。オブジェクトね、これオブジェクト。いや、オブジェクトでもなんか登ってみたくなるでしょ、男の子だもんね。そんなことしてる暇はない。早く、あの子を救わなきゃいけないんだ、俺たちは。さて、太陽の光がないから、わかんないよね。どこに敵がおんのやろ。あ、でもちょっとわかるか。こっちやな、こっち。収束している方角へ向かっていきましょう。さあ、この辺でしょうか。なんもない。なんもなくね。これ、ここやで、ここ。さあ、あとだよね、ここで。さあ、なんだ？なんか響いたけど。中が出てくる巨像が。出たー！目怖いな、お前、相変わらず。なんか、万華鏡車輪眼って感じする。うわ、掴めそうな気してますね、体。掴めそうですね、体。もう、いかにも掴んでください、みたいな。よし。さて、アグロー。アグロ走って！アグロ走って！アグラして、アグラして、危ない危ない危ない、あ、おい。さて、弓矢に変えました。どうやろうかな。よし。くらえ！くらえ！くらえや！腕刺さった。おら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 ！俺の、目当て、目。目当たんねえ。あ、なんか怒ったね。目の色変わった。なんで目の色変えるの？全然効かねえな。さあ、とりあえず、掴みましょうか。ちょっとアグロを操作して、掴めるとこ探しましょう。足の裏、あ、弱点くさくね、こいつ。あ、それ弱点探せんだった剣で、そういや。待て、アグロー。これ足の裏だよね、剣弱点。だから、ちょっと待って。今みたいに、足の裏を出させて、そこを仕留めよう。よし。アグロ、ごめん、フォトモードって人おっしゃった。カメラできる、あっ、ちょっと、カメラ使えるカメラ。よし。ほら、足の裏出せ、ほら、足の裏。足の裏出せよ、お前。おい。おい。おい刺さらない。おい、上げる足、上げそう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 。顔攻撃、足上げた、上げた、上げた。バイ、当たった。あ、足刺したこと、う、足の裏攻撃したことで、待てこいつ、よっしゃい、掴んでいこうぜ。剣に変えて、よし、登っていきましょう。アグロ、アグロ頑張ってくれ、逃げてくれよ。よし。さあ、 BGM が変わった。それは反撃の合図。うおほ、くそ、ちょっと暴れすぎ。ちょっと一回休憩しよう、ここで。で、弱点がどこか、うおおおおお、危ない、弱点がどこか探せ。どこだ、わかんねえ。弱点なくね、こっちの方、わかんねえ。とりあえず登ってみ、うひょー、うひょー、あひょー、でひょー、やべえこいつ。ちょっと待って、まず一旦こっち行かねえとダメでしょ。握力ゲージがなさすぎるな、俺。ちょっと待って、これまずい、まずい、落ちた。アグロごめん。よし、アグロ逃げちゃった。くそー、強いなこいつ。お前こっち向かんか、アグロ何やっとんの、お前、ほら、お前俺の方見ろや、お前。さあ、両足を上げそうですね、これ。おい、やんのか、ほら、顔に攻撃や。よし、そこ完璧。よし、
アグロはおらんけどな。よし、しっかり掴んでいこう。さあ登っていくぜ。握力ゲージ意外と回復しないんだね。よし、あ、さあ今がチャンスタイム中です。いやこれさ、ノーマルだけど結構むずくね。ねえ、じゃあスタミンちょっと回復待ちましょう。右下のやつが握力ゲージ、あれがある間だけ掴むことができるものに。よし、さあ掴んだまま移動しよう。背中まで行けばとりあえず大丈夫でしょう。来た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 。お前なかなか AK 生やしとんな。 AK ですね、 AK。 おー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 、すごいことになってる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 、楽しい。よし、さあ上行って背骨歩こう、背骨。どうせ弱点頭だろお前、知ってるぞ俺、あったぜい。行くぞみんな。ガガ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 ガ、やめろ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 。転がってる転がってる。よし、なんだ、しっかりと刺して。くそー、刺せねえ。落ち着けよお前。刺したい刺したい刺したい。まず一発刺させろ。刺せない刺せない。ここ安定悪くね。ここもうちょっと上の方行くか。さあブルンブルンブルン。この巨像もでもなんか飲みがねえ、おお、なんか体に変なやつついとるわみたいな感覚なんやろな。あかん、何もできねえこれ、これあかんでしょ。とりあえず一発目、よし、やっと刺さった。まだまだいくぜ。ああ頭振らないで、頭振らないで。ああ、休めー。すまんな、俺のためにお前の命散らしてくれ。散らし寿司や、今日の晩ご飯よ。ねえ、よし、こいつで肉食えんのかな。考えちゃダメだ。うほー、聞いてる聞いてる。こいつなんか最初の巨像よりも体力すっげえ多くね。ねえ、よし、いくぜ。3発目、力をマックスまで込めた一撃。握力回復して、握力回復狙って、ちょ転がる、いくぞ。トゥー、効いてる効いてる効いてる。さあ握力超回復、握力、よしよし、いいぞいいぞ。右下の管理が大事。あれなくなったじゃん、弱点。待って、いやもう一箇所あるって絶対弱点。後ろ後ろ後ろ、背中だ、背中へ走っていこう。背中あったか、もっと後ろ、尻尾の方か。あった、光ってる。よっしゃー、うわ、ぶね。さあ尻尾めがけて食らえ。尻尾は揺れが少ないでしょこれ、食らえ。よし、まだいける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 。かましていこう、かましていこう。全然切らへんぞ、尻尾。硬くなったな、尻尾なんか。ほい。おれ、ガンガン刺してやるぜ、お前の尻尾。尻尾、お尻、ねえ、かわいそうっすね。さあ、そろそろとどめいきましょうか。最後の一撃は、切ない。動き鈍きものの巨像撃破です。足の裏さえ気づけばあれだね、簡単なやつだったね。さあ逃げましょう。アグロアグロ、あ、カメラモードしちゃった。こんなの襲われてんだぜ今、助けて。ベボベボ、つらい。あれ結構痛そうだよね、なんか体の中えぐられていくの、ウェーって、ね、なってんの。ちょっとな、あのワンダくんに同情しちゃう。主人公ワンダくんだよ、覚えておいてね。ワンダくん、ワンダと巨像やからな。馬はアグロね、アグロ、アグロ、
頼れるパートナーだからみんな。絶対忘れちゃダメだよ、アグロは。大事。巨像を倒すと、黒い影が増えるのかな？なんかめっちゃ見られてんだけど、俺。すげえ。そして、偶像が一つ、また壊れた。人の力では壊せない偶像は、巨像を倒すことで破壊することができる。まだまだ残ってる。頑張って倒していこう。さあ、次のヒント教えてくれ！なんか、姿なきものよ。次の相手は、天にそびえる巨大な天豚。眠るる巨人の怒り、血をも砕く。うわ、パワータイプか、次、巨大な。勝てっかな、それ。弱点さえ分かれば勝てるから、ちょ、頑張って探すわ、また、弱点。おいしいね。今回の敵もなかなかね、あれだったね。勝てたね。なんか、昔の記憶もあるけど、あんま覚えてないんだけど、足の裏とか。まあ、あのヒントをね、掲げていけば、なんとかなるからね。この子、まだ寝ている。髪がサラサラしてるんだよね。さて、皆様、今日もこれで終わりましょうか。ね、ワンダ君も、イケメンそうですからね。美男美女カップルってとこでしょうか。では皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。おつぽよです。また次も巨像倒していきますので見てください。おつぽよ。